さあここでうまくリザードを回避して、さあムクロも回避、そしてここにいる、ここ皆さんいいですか、僕、皆さん、僕今日はあのオナニーなんです。はい、今からこのファイアボール、まあちょっと倒してみましょうか、まずね、うん、あのレアドロもらっていいですか、ちょっとレアアイテムもらっていいですか、ちょっとレアドロもらっていいですか、7% でミトン、1% でラビットイヤー、うわーうわうわ、一発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 、マジか、幸先良し、いやマジで幸先いいわ、幸先すごくいい、じゃこれこれさ、あのマジでありえないからね、これこれありえないからマジ、いやでもこれツイートするアイテムじゃねえんだよな、これツイートするアイテムじゃねえんだよ正直。まあ 7% のミトンってやつも非売品なんで、ちょっとその今のラビットイヤーってのは売ってないんですよ、売ってないし、アイテムボックスにもないんで、どうしようかなと思ってるんですよね。このミトンってやつも粘るべきか、ちょっとここ粘りたいね、ここね、うん、あ、死んだわこれ、お男行きしたわ、これラビットフット来るんじゃね、ラビットフット、ラビットフット、はい、あー、ミトンだ、やった、ミトン7番、いい、十分、マジで7番、ここ倒そう、多分今だったら余裕で倒せるわ、星屑のローブ取ります。続きが気になる方は、30分後にまたいらしてください、多分30分かかります、30分で済めばいいが、さすがにねえ、ジラールでクジンシー戦倒さないとないちまうし、でも星屑のローブが出た時にはあれ次何すんだっけってなってて、もうクジンシー倒してもなんか何も来るものがないかもしれない。いいよ、やったー、出たー、やったー、よしよし、これがまだ見ぬロマサガファンたちにどんどんあれしたらいいや、こうやってどんどんあれしよう、うん、まず1個目って、よし、 FF6 はねレトロゲーとしてすごく好きなんだけど、 FF6 は単純に面白いんだよ、ただ唯一俺が FF6 に物申したいけどレアドロがねえんだよな、あのゲーム、あのゲームねレアドロがほぼねえんだよ、レアドロはもちろんレアドロって概念はあるんだけど、例えばなんだっけな、モーベルムとかってなんか忘れちゃったけど、ミスリルの爪を、これロマサガの好きな人たちにどんどん僕は話していきたいです、1ポーだよ、うん、目標変えます、マジシャンはどうせ後でも出てくるんで、よし行きましょう、まあいいよ、来いよ来い、俺のメタンとともに、せーの、ブブー、なんかおならに聞こえる、マジ、例えばさ、今ダミーが1個あったんだよ、どう今、あーさすがにメタンドロップしなかったか、そういうのがあって、やってこい、うわー、来た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 来
来たか映せなかったけど来た。子宮の話で来た。来たわ。来た。来た。いやピンクポイント逃しちゃったな。これ取り舐めとこう。取り舐めて。来た。キリですか。こいつはね、何落とすんだっけな。あれ怪力手袋ってバルキーだっけ。あれどうでしたっけ。ごめんなさい、ちょっと調べるわこれ。ヘイシリ、ロマンシングサガ2バルキリーレアドロップ。アップルミュージックのラッキー。バカなこと言うな。あ、怪力手袋ワンダーバングですね。やっぱ怪力手袋ちょっと欲しいですね。逃げるわ一回。やっぱこれちょっと、まあいいや、全部あれでいいや、攻撃でいいや。7、確か 7% だと思うんだよね多分。で 1% でワンダーバングルってやつなのね。でワンダーバングルは別にいらないんですよ。なんてかいや 1% 来たか。いやいや、この性能が弓を 100% ガードできるっていうやつなんです。あ、いやー、怪力手袋はあれなんですよ、確か腕力がプラス2なんですよ。だからそっちの方が欲しいなと思ったんだけど、すぐ出てきたらいいけどね。よし、クエスト4バルキリーからの、7% のレアドルです。まあ難易度はそんな大したことないのかなって感じです。で一応 7% ぬるいよね。これも 14% よ。もう、戦卒検査で。戦卒検査でこれ簡単に 14% これ。激アツ。当たるときもあんだ。ビュッ。これは来てもいいんじゃないか？はい！いやーマジでかん、え、なんか本当にやばいわ。これちょっとやばい。ほんとにすごい。これは早すぎる。これは早すぎるわ。これ何がいいかって怪力手袋装備すると腕力プラス2なんですよね。これ後々効いてくるぜ。ほんとは全員分欲しいぐらいだけど、こんなポッポ取れない。マジで上振れてる。え、これカットラス、だからカットラスってそんなに熱くないような気がするんだが、でもやっぱ欲しいっすよね、ここまで来たら。いやね、カットラス多分ね、配信、生配信でカットラス取った配信皆さんないです、今後もこれまでも。いや本当そうですよ。西村博之さんが、堀江門さんとかがもし仮にね、なんか抑圧的に何かこう言われた時に俺は絶対言い返してあります。でもギャロンからカットラス取ってませんよね。そこだけは僕強く言いますからね。岸田文雄がね、増税しようが、でもあんたカットラス取ってないのに増税するんすねって、ギャロンからって。多分ね、やってますよ。岸田文雄もロマンスガッツやってると思うんで言います。そう、その3つの言葉、グヌヌって。まあ、俺もまだ取ってないんですけどね、人生で一度も。自販機で当たる確率は 1%。 本当にこれ21の時以来当ててねえわ。沖縄で当たった。すげえ、出るんだこれ、出るんだね、これ出るんだ、すげえ。おい、性能見てみようぜ。
証券片手よ剣でもある知らんわ21、まあ、証券片手よ剣でもあるか、でも使うしかないだ。え、今どうしたこれ。え、ああ、びっくりした。しかもこいつ何も装備しねえんだ、すまん。どれでよく死ぬわけだ、すまん。久々にヒロポン使えば、ああそうだねみたいなことを冗談で言えない時代になってきてしまいました。はい、言いたいんですけど、そう言って、あ、そうだね、ちょっとさって、あれしてくれよ、腕縛りや作れやつってみたいなことやりたいんですけどね、やっぱり。そこだけ切り抜かれて、あのインターネットで流されるんでね。そうで、みんなの前ではそう、え、今から何するって、ビタミン税だよ、バイタミン税っつってやってみたいですけどね。とんがり星、え、これ非売品だよね、これレアドロですよ、これ非売品だ、これ非売品だ、これ。いや、マジで運がいいな。マジで運がいい。ちょっと待って、ドロ、これ、確か魔力アップのやつじゃなかったっけ。いや、マジでやばいと思う。これ何パーすか、これ。ちなみに、詳しい人いませんか、誰か。とんがり帽子の確率って 1% すか 7% すか、ちょっと、わかんないっす。なんか、子宮の話したりとか、ヒロポンの話すると、レアドログします。なんすかね、これ。いや、ツイッターには、もうまとめて、明日の昼にあげます。僕が集めた、大事なものです。7% なんだ。あ、じゃあ、まあ。舐めてません。舐めてますん。はい、運気を上げるには徳を積む必要がある。そこでキスをしてみんなをハッピーにしたら徳がマックスになる。魂だって言ってるよ、もし出るんであればな。これが俺の最高のキスだ。2体出たわ。ポチンポイジジしたい、ポチンポイジジしながらやりたいけど、みんなが見てるからできない。ポチンポイジジして、いつも一人でいる時みたいにゆっくり過ごしたい、ゆっくり過ごしたい。きらめく刃は勝利の証、白夜殲滅艦。これ出たら俺スカロッド持ち帰るっていう神との約束忘れてないぜ、神様。俺スカロッド本当欲しいんだ。マジカットよりもスカロッドだが小さく欲しいんだよ。頼むよ、もうじらさないでくれよ。よし、220回目、222はちょっと熱いな。222は熱いな。無駄5000。撤退のスピードがとんでもなくなったらしいな。だって俺さっきマジカット出たのに逃げてたもん俺。うりゃあ、いやあ、逃げ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 
やったやったマジで嬉しいマジで嬉しいマジで嬉しいみんな水長剣一応取れたわ。まあまあこれ正直ね、ゴブリンって敵と戦うのが多いんで、そんなにね、これは何パーだろう、これ4パー枠だったと思う。どっちかな、確か4パーの方だったと思うんだよね、多分ね、これ、マジ？よっしゃ、聞こえた。行くわ。オートクリア飛べ。行くぜ。せーの。来い、いっぱい来い、あっぱい来い、こんなに来たら来い来い来い、こうこ来い、あこう。でももう2番目になってるんで、オートクレリオ来い。やべえ、これまずいな。いやこれでも攻撃すべきだろ、もうこいつマジで。あ、オートクレリオ来い。いやいやバカよ、マジかマジか。いや待って俺サンシャイン池崎みたいになりそう。失神する。ちょっと待って、めまいする。本当にめまいする。喋ってろ。やべ、マジで取った。マジで来やがった。